面白いもん発見、これ何なのこれ、何すんのこれ。じゃこれ何、これわけわからん、これ面白いの何。じゃこれ何、これ何、これ何、これこれは、うわ痛い痛い、めっちゃ痛い。皆さんこんにちは、マサです。今日はスーパーマーケットでお買い物の動画になりますが、いつものスーパーマーケットの買い物とはちょっと違います。さあデニス、今日行くところは。今日はですね、ラボニータマーケットですよ。ラボニータ、マイフェイブレット、スペイン語で書いてありますけど、これメキシカンスーパーマーケットなんです。実はアメリカのスーパーマーケットの中でもここが穴場やねんな。なんで穴場なんですか。それはちょっと入ってから、入ってからの話なんですよ。わかりました、はい、じゃあ早速行きましょう、はい、行ってみましょう、ね、行きましょう、はいはい。早速メキシコっぽい雰囲気が漂っております。もう早速トルティーヤ、餃子の皮のでっかいやつみたいな。ヤクルトが売ってます。うちの娘にこれ買いましょう。右、すぐ左、よく知ってな。でここはね、今ジュースのコーナーなんですけど、普通のアメリカのソーダ類以外にスペイン語で書いてあるジュースがいっぱい売ってます。で今日はデニスの好きなパイナップル味、パイナップル、はい、これ美味しいんだよね。うまいよ、はい、これ買います。これどういう味なんだっけ。ファンタより甘い、ファンタよりも甘いパイナップル味。そう、ファンタっぽいけどちょっと甘いパイナップル味。甘い、はい、これね、ピーナピニャピニャって書いてある。これはタリートス、うん、って書いてある。これね、はい、スパニッシュライス。これが要は炊き込みご飯じゃないけど、まあ、とりあえずね、めっちゃ安い、$1.69。これでもう鍋に水入れてグツグツするだけで出来上がり。安いよ、2ドルしない。はい、ほら、なんかこうタイ米っぽいやつがね売ってますよね。スペイン語で書いてあるから、なんて書いてあるのかわからんけど、これかジャスミンライスやね。よくレストランとかでも出してるようなね、細い米。じゃあね、ここね、面白いもん見つけました。見てください、これパスタなんですけど、パスタのこの麺の形がアルファベット、めっちゃ面白い。これ可愛いんでお土産にいいかもしれないですよね。しかも値段が$0.35ね、$0.35よ、これめっちゃ安い。これいいよ、これちょっと一回買っとこう。あとね、この辺ね、これね、だしなんですよ。なんだろう、チキンのだし、だから日本人で言ったらなんか本だしみたいな感じなんやろうけど、これが牛で、鶏で、で鶏のトマト、こういうね、だしがあるんですよ。でキューブ型やったらこういう感じで売ってるんですよね。はい、4つ買ったら$5ね、お得です。ソーパーって、これスープやんな絶対。ポヨチキンスープ、メキシコのチキンスープ、これも美味しいな。ホットソース買いたかったんですよ。で、おお、これ見て、ホットソース$0.99よ、$1しない、めっちゃ安い。普通やったらもっとすると思うんですけどね。さすがメキシカンマーケット、はい、この$0.99ホットソース買います。はい、でね、マスタード、これ普通のアメリカでも売ってる、多分マスタード英語で書いてあるやつなんですけど、安いよね、はい、今現在$0.98、めっちゃ安い、ね。まあ、とりあえず僕がねびっくりしてるのはね、これよ皆さん、ほらメキシカンマーケットにわさびね、日本人としてはこんなところにまでもうわさびが浸透しております、ね、メキシコ人もやっぱわさび好きなんですね、辛いの好きやからね。あとはまあ醤油とかもありますよね、キッコーマンね。
ホットソースに混じって、同じホットソースでもこれはアジアの、東南アジアのホットソース、シラーチャ、あのちょっと前に僕がベトナムのフォーを食べてる動画で、まあ、シラーチャソース、辛いソースかけてたんですけど、これなんですよ。これがそのシラーチャソース、メキシコのなんか辛いホットソースとちょっと違ってアジアっぽい東南アジアの辛いソース、ここにも売ってますよね。はい、何これ？何？撮ってる？いや撮ってるけど何か分からん。謎のもの、これ99セントプロダクトコスタリカって書いてあるけど、何か書いてません？何なのこれ？芋？芋っぽいよ、ほら。なんか分からんけど謎のものが売ってますよね。いや買ったらいいやん。1ポンド99セントとかめっちゃ安い。でしかも米もなんかなぜかここに米が69セント1ポンドね、1ポンド69セント、はい、そしておなじみアボカド、いいな、なんかアボカド、これはあのメキシコ料理のね食材としては欠かせないアボカド ね、 カドね、ちょっと買おうか、これね2つで、ね、1ドル買いましょう、これ安いな。あんまり柔らかすぎんのも良くないもんな。別に柔らかいやつでもいいんじゃないの？柔らかいやつでもあんまり柔らかすぎたらすぐ痛むに。そうよ、それがいいんだよ。それがいいよ、肉やからな。この辺かな、ちょっと可愛いサイズ、いいんじゃない。これ何？これはあのこれ何ってあるよ、あのトウモロコシの葉っぱか。トウモロコシ葉っぱ何すんのこれ。タマレ作るときに包んで。おお、タマレを作るやつか。タマレはあれはないとダメやから。でデニーさん、メキシカンマーケットのやっぱりいいところは野菜なんよね。野菜。そう野菜がいいの。なぜかというと、これキャベツ買うんですけどね。69セント1ポンド安い。あんまでかすぎてもあれやしな、これにしようか。はい、ね、めっちゃ安い。ほら唐辛子もめっちゃ売ってんな。チリ辛いんかな、これ使ったことある？いやこれはあ、まあ今あるよ、辛いのもあるし、香辛料めっちゃスパイスあるやん。色とあるね、さすがメキシコやな。メキシコに来てる感じやな。はい、でメキシコならではのこれ何、唐辛子、辛いやろな、これ、はい、これが1ポンド、違うわ、なんだこれ、何だ4ポンドで1ドル、じゃガバーって買えんやんな。メキシコの人ってこういう辛いのめっちゃ使うから、これガバーって買うみたいですね。はい、面白いもん発見、これ。これ何なん？サボテンですね。サボテン？サボテン。ちゃんとトゲ取ってあるけど、5個で1ドル？そう。めっちゃ安いけど、これどうやって料理するのこれ？いや、俺もわかんない。いや、もう好きなようにしたいんだよ。サボテン売ってます。さあ、そしてこれ野菜買うんですけど、これズキニやんな。ズキニ。はい。でこのズキに嫁さんに買ってこいって言われてるんですけど、はい、これ3ポンドで1ドルよ、安い、3ポンドよ、ね、いいの選ぶで、ね、安いし、うん、ね、そんなに傷んでるってわけでもないし、質も悪くない、質も悪くない、うん、クオリティもいいから。あ、これでかいの、でかいの、でかいのね。で、あとはこの横にあるホワイトオニオンね、これも5ポンドで1ドルよ、安いよな。これも買おう、ほなこれも5個ぐらい買おうか。
じゃがいもも安い。3ポンドで1ドル。これは安いわ。で、質はどう？どう思う？全然綺麗よ。いいやろ？全然いいよ。いいでしょ？いつもこんなとこで買ってた。買ってんですよ。一緒に来おへんと思ったら、ここ隠れてコソコソ行ってたわけですね。僕のシークレットやから。それを今回は教えてくれたと。じゃあもうシークレットじゃないね。はい、オッケー。結構買いました。はい。バナナ。これは普通のところでも売ってるけど、これもね、3ポンドで1ドル。でも結構綺麗なやつもね、うん、売ってるわ。これあ、これとかめっちゃ綺麗。いいね、いいね。これ買いますわ。いいよ。ここ何やったっけ、他に安いの。ここはね、白菜がいいんですよ。お鍋にね、最高の白菜。どうですかこれ。このお鍋で白菜何本ぐらいするのこれ。あ、ここにあるわ、見て。あ、1ポンド99銭。めっちゃ安いやん。いいでしょ。結構綺麗やね。綺麗でしょ。これ買おうか、うん、マスタードグリーン、ちょっと調べておきます、うん、字幕つけます、はい、これが9何、1ドル。29銭、はい、安い。水菜の種類って言ってもいいのかな、はい、うん、さあ、そしてレディさんからメキシカンマーケットでやっぱそうよ。言えばこれやな、ゴーヤよ。ビタメロン売ってるんですよ。そう、普通のね、アメリカのスーパーってこれ売ってない。かといってアジアのスーパーよりも実は安いやな、これな。だって1ドル99セントで1ポンド。そう。はい、安いよ。これとかでかね、ちっちゃいの方が実はね、こうちっちゃい方も味がね、苦くて美味しいんですな。ちょ、これいっぱい買おう。こういう生姜もね、いいんですよ、質が。生姜の質もいいの。これね。これの生姜でも、2ドル69。はい、これ1ポンドってこと違うの？あ、やんな。LB って書いてあるから1ポンド。1ポンド、そう。はい、1ポンド2ドル69セント。あと、ナスが好きな人は、じゃあナス。ナスビまで売ってるね。ナスがありますよ。ナスビ、ナスビって関西人か。まあ、俺関西人やからよ。ナスビってじゃダメなの？ナスって言うらしいよ、関東の。あ、そう。はい、で、これ何？これわっきょうかな。これ面白いの何？わからん。なんて読むのこれ？なんとかフルーツ？わかんないです。ランブータンって書いてある。ランブータンフルーツって何？これわっきょうかなこれ。じゃあ買ってくださいよ。これ、なんか買いなさいよ、あんな。ウニみたいな。いや、これちょっと怖いからやめるけど、なんか知ってる人あったらコメントに書いてください、これ。はい、お願いします。わからん。ランブルタンフルーツ。じゃあ、ランブータン？ランブータンフルーツって言うそうです。ほら、ドラゴンフルーツ、これかっこええやん。こんなん売ってるやん。全然見えへんねん。あと、グアバ。これフルーツやんな。あ、グアバ。ねえ。山芋だよね。山芋っていうの。やったん山芋っていうの。ヤムって書いてある。これやん。これちょっと高いよ、でも。あ、ちょっと。なんて読むか。わからん。マモンチロ。マモンチロ？なんか、こんなん売ってるマモンチロ。あとはなんか芋虫みたいな。これ何これ。これはターミックだよ。あ、ターメリック、うん、あ、これで色つけるやつやな。初めて見た。生の、あ、生の俺初めて見た。 3D のやつね。そうそうそう、あったよ。パンプキン、え、買うの、あ、ジャックフルート。何なんジャックフルート。知らん。さつまいもね、なんか太ってるよね。日本のさつまいもより太ってんじゃん、これ。ええんちゃう、美味しそうやな。で、これ何、なんて読むの。わかんない。マミ。なんか面白いけど、これ何これ。これは。うわ、痛い痛い。めっちゃ痛い。はい。ジャックフルート。これと、あとは？ココナッツ。ココナッツ。ホワイトココナッツ。そしてこれなんか書いてないけど、これ何？さっきのあれじゃん。サボテンか。サボテン。これもサボテン。さっきもソーダのところでもあったやつ、こういうあったやつだけど、これタマリンドって書いてあるけど、この色茶色、
そう、これがあの、なんて言ったらいいの、砂糖水に近いような感じのソーダよね、甘いこの砂糖ソーダ、砂糖ジュースみたいな、面白そうなんでね、買います。これ皆さん、なんだかわかりますか？豚の皮なんです。豚の皮を油で揚げたものです。これがね、美味しいんですよ、癖になるんですよ。あのビール好きな人とかめっちゃ癖になると思いますよ。これピリ辛で、あのこっち側にね、ピリ辛じゃないやつもあるんですよ。だから辛いのダメな人はこれ塩気のあるやつですね。で、うん、これが2ドル19セント今レジに並んでるんですけど、横にお菓子とかあるじゃないですか。色やばくないですか、これ。何これ、レジ、これ食べたことある？美味しいよ。嘘、美味しいよ。めっちゃ辛い。色、これとか健康に悪さない、これ。うーん、やばいやな、色が。まだマシュマロとかの方がいいけどさ。じゃあ買ってあげるよ、こっちが。マジで、後で食べてくださいよ。食べないの？はい、今レジ終わったんですけど、これだけ買って、なんと合計が28ドルでした、ね、すごい安い。アメリカのスーパーの穴場は実はメキシカンマーケットです。メキシコのスーパーマーケット、はい、ぜひ来てみてください。でね、メキシコのスーパーマーケットってただ単に買い物だけじゃないんですよ。食堂があるんですよ。ここでメキシコ料理頼んで食べれるんですね。なんでこれもね、ぜひ要チェックなんで頼んでみましょう。はい、それではね、注文してきました。まあ、今回あのめっちゃ典型的なメキシコ料理なんですけど、タコスを頼みました。結構ね、がっつり肉入れてくれてます、これね。で、あとホットソースがね、2種類赤と緑あるんですよ。デニス、これどっちが辛いの？あー、バイニョル。バイニョル、多分ね、ここはね、あの赤の方が辛かったと思う。あー、なるほど。なんでちょっとこれをね、入れてみましょう。はい、豆とライスもね、ちゃんとついてて、で、コーントルティーヤですね、これね。はい、あちちち、いただきます。うわ、めっちゃジューシーで美味しい。このホットソースの辛みも合わさってめっちゃ美味しいです。この緑のソースも試してみます。これね、赤い方が辛いわ。いや、あの僕メキシコ行ったことあるんですけどね、その時の味にやっぱ似てるよ。うまいよこれ。で、今回ね、僕あの飲み物、これコーラ頼んだんですけど、実はこれ普通のコーラじゃなくてメキシカンコカコーラ頼みました。何が違うのかって言ったら、これは普通のコーラと違って、あの使ってる砂糖がケーンシュガーっていう砂糖を使ってるんですよ。だから普通のコーラよりもちょっとね、甘みが強くて美味しいと僕は思います。うん、ちょっと普通のコーラよりもね、甘みがちょっと違う、ちょっともうちょっと甘い感じ、美味しいです。ぜひね、メキシコ料理食べるときはこのケーンシュガーを使ったメキシカンコーラっていうのもおすすめです。はい、それでは今回の動画はアメリカのメキシカンマーケットに来て買い物動画ということになりました。それではご視聴いただいた皆さん、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。